関東から九州にかけて太平洋側は晴れるところが多くなりますが、風の強まりに要注意です。山口さん、はい、太平洋側は今幕張も青空広がっていましたけれども、はい、晴れているところが多くなっていますか？そうなんですよ、はい、まあ、冬型気圧配置で快晴というところも太平洋側あります、はい、現在の雲画像をご覧いただきましょう、この時間は日本海にはその冬型気圧配置に伴う寒気の雲、これが大きく広がっているんですけれども、太平洋側の各地は晴れているところが多くなっています、まあ、特に関東などは全く雲がないとこういうところもありまして、まあ、快晴青空というような状況なんですけれども、一部それでも名古屋のあたりには現在雨雲がこのように流れ込んでいます。また午前中は所々で弱い雨が降るんですけれども、まあ、午後になるとまた晴れてくるということになりそうです。ただし風がやっぱり強いんですよね、はい、でこの後なんですけれども、風予想を見るとこの青の矢羽でも平均風速5から10メートル、緑の矢羽は平均風速10から15メートルなど、やっぱり風、西寄りの風が強いということになりそうです。で今日の日中はそういった強い風が沿岸部中心に吹きやすいのと、まあ、夜にかけても内陸部多少こうやって落ち着いてくるんですが、まだ沿岸部中心に風の強い状況は継続ということになりそうです、まあ、これがちょっとこう場所によっては、ね、体感を落とす可能性があるというふうに見ています、はい、気温予想を関東以西で見ると、まあ、関東は今日は気温上がりやすいですね、日差しも広く戻ってきて昨日よりも若干高めで、静岡から西のエリアも10度を超えるところが多いというふうに見ています、はい、まあ、特に西日本のこの太平洋側沿岸部は結構日差しの下では暖かさ感じられるんですけれども、まあ、例えば福岡ですとか広島、そして大阪、名古屋など、まあ、10度は少し超えてくるんですけれども、やっぱり日陰などに入りますと風が吹くとちょっとこうひんやり感増すんではないかと見られます。はい、わかりました。晴れるところでも今日は気温の変化や強風にお気をつけください。